どうも皆さん元気しますか？いわくです。で、今日はね、 1V でその友達がねやばくなっちゃって、錯乱しちゃってもう大変だったっていうね、その視聴者の体験談を聞いたんだけど、まあいい回だったね。俺もその髪やった友達がもう錯乱して大変だったっていう経験もあったし、実際俺も合法ドラッグの 2CB っていう幻覚剤初めてやった時にみんながぶっ飛びすぎちゃって、その、喧嘩みたいな俺もなったことあるんだよね。で、あのゾッとした感覚っていうのがね、俺も味わってるから本当なんかよく分かったね。それでその後とかもいろいろなんかアヤワスカの話とかも、ちょっとできたりとかして、でそのアヤワスカの話はなんか知り合い先輩かなかなんかから聞いたんだけど、だからそういうなんかね、その身近な人が体験したっていうすげえ話とかでも全然ね、いわくんの話聞きますね。応募してほしい。そうだったりとか、なんだろうな、自分がドラッグについてその話したい、その体験談じゃなくてもなんか話したいことだったりとか、なんかいろんな豆知識だったりとかっていうのがあったら、まあ俺のチャンネルを通して、みんなにちょっと発信できるんでね、それもお待ちしてます。じゃあそれではね、本編見てください。あ、もしもーす。あ、もしもーす。お疲れーす。お疲れっす。いや、今日はご協力ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。いや、感じてもらってます。いや、ありがとうございます。いや、なかなかの経験でしたね。いや、そうなんですよ。いや、大変なことになると思わなかったっす。じゃあちょっとじゃあ初めからちょ 聞いていいですか？僕に送ったの、送ってもらったやつ。あ、わかりました、はい。1年前なんで結構抜けちゃうかもしれないですけど。あ、全然、はい。申し訳ないです。はい。なんか、その当時、ちょうど 1VLSD っていうのが出始めたんですよ。はいはい。それを一回やって、はい。その後にマーメイドっていうのが出て、そっちをやってみようみたいな話になって、それちょうどその、そのマーメイドってやつって、はい。その、なんかいっぱい種類があったってこと？その 1V の。いや、なんか 1V の改良版みたいなやつだった。その最初の 1V は、はい、なんかその結構マインド系で、で、自分は結構いけるわ、みたいな。で、1枚、150か、150のやつ1枚いったんですけど、その後になんかそのマーメイドが225っていうのが1枚で出てて、それやってみようっていうのでやったんですけど、なんかその、売り方が販売でしか売ってなかったんですよ。125かな。かなんかのやつで販売ずつで売ってて、で、2つ買って1枚完成させるみたいな感じだったんですけど、それを、なんだっけ、4枚ぐらいかな。買って、まあ、2枚ですね、要は。買って、みんなでやろうみたいな。それで持ってて、その前になんか、ちょっと一回やってみね、みたいな。その別の友達とやる予定だったんですけど、そういう2人、で、やるってなって、ちょうどその友達となんか前日に飲んでたんですよ。はい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 。で、次の日休みだから、じゃあ明日やるか、みたいな話になって、その友達ん家で、平日だったんですけど、やったんですよ。で、その食べて最初なんか、まあいつも通りの曲げだね、みたいな、話してて、なんかその子んてタバコとか吸って、でもなんかそいつがそのタバコ吸ってる時に、待って、俺今日幻覚やばいかも、みたいな。はい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 。で、自分そんななんか特に見えてなくて、どうみたいな。とりあえず通報とかも、お前危ないからそんなこと言うなって部屋連れ戻したりとか、その時はワイワイしてたんですけど。それでなんか2時間ぐらい経った後に、ジョイントを吸うみたいな話になって、吸って、でなんかその、近くの公園に、散歩かかってたら吸いに行って、帰ってきたんですよ。そこら辺で待って、俺ちょっとやばいかもな、みたいな。はいはいはい、はい。なんか吸い、なんか最初は落ち着いてたから、まあ平気だろうと思って自分を思ってたんですけど。じゃああれ、ジョイント吸ってからおかしくなりだしたんだ、ちょっと。あ、そうっすね。はいはいはい。やっぱなんかそのジョイントが効いちゃったらしくて。ああ、はい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 。で、そうなんかそれで、待って、なんか体痺れてきたかも、みたいな。息ができない、みたいな言ってて。いや、平気だから、みたいな。落ち着かせてたんですよ。なんか部屋でゴロゴロしてて。そしたらなんかそいつがもうなんかだんだんソワソワしてき始めちゃった。はいはいはい。それなんかちょうど部屋出てすぐに洗面台があるんですけど、この鏡を見ちゃったらしくて。ソワソワした時に。はいはいはい。目と、あ、違う。鼻と口がなかったらしいんですよ。うわぁ。めちゃくちゃ怖いね、それ。で、
そうですね、なんかもう、うん、あ、まあ、一気できないみたいな、うん、その時は体痺れてるとか言って、いや、大丈夫、息できてるし、うん、こんななんか息できてなかったらお前喋れてないからみたいな、結構落ち着かせて、あ、まあそうかみたいな、結構落ち着いたりとか、ちょくちょくしてくれたんですけど、なんかだんだんもうそれがループし始めちゃって、落ち着かせて、なんかゴロゴロして、また鏡覗いてパニック起こしてみたいなのを、もう3、4回繰り返した。マジで？そうね。で、その時にたまたまいたのが、家にいたのが、その子の弟と自分とその友達だったんですよ。ああ、はい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 。さすがにこのまんまだと、やばいなってなって、なんか位置情報が見れるアプリがあったんですけど、それで近くにいた後輩を呼んだんですよ。ああ、はい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 。で、それで、その待ってる間もずっと落ち着かせてて、もうその時も、うわ、やばいかも、みたいな。もう息できない、やばい。うん。で、会ってて。で、ちょっと俺、その、あれ、トイレ行きたくなって、一回トイレで席離したというか、その前から。そしたら、ちょうどその後輩が来てて、外でなんか罵声が聞こえると思って、自分気づいて、見たら、なんかその後輩と友達が喧嘩してるんですよ。はいはいはい。まあ、誰だよ、みたいな。ははは。もう分かんなくなっちゃってんだ、後輩のこと。あ、そうですね。もうなんか本当に、後々聞いた話とかだと、もう顔なかったとか、そういう感じだったらしい。超怖えじゃん、それ。そうで、もうそこまで行っちゃってたらしくて。はいはいはい。お前誰だよ、みたいな。その後輩に、ちょっと、うん、どういうことみたいな。言われて、いや、だからこいつ、思いのほかパキッちゃって、今なんかパニック起こしてる感じなんだよね。って、やばいじゃん、みたいな。でも、その時も、息できないよ、みたいな。もう、外で、ガチの声で叫んでるんですよ。はいはいはい。の夕方なのに。はいはいはい。でもなんか、近所の人とか出てきて、やばいな、みたいな。やばい、空気的にやばいな、それ。でも、本当にやばいですよ。うん。やべえと思って、俺ちょっと、もうこれ、ダメだと思って、一回そこから離れるっていう話になって、一回離れたんですよ、その後輩と。その弟に任せてって感じだよね。一緒にいた。いや、なんか、もう本当に外で暴れちゃってて、誰も手つけられない状態だから。あ、もうそのまま。逃げるしかないな。ああ、僕、そのまま行ったのね。そうですね。でも本当に自分の最善尽くしたんですけど、なんか攻撃的になってきちゃうし。はいはいはい。もう手に負えないね。もう本当に手に負えないしなと思って。それでもしょうがないわと思って、それで、ちょっとドライブ行くみたいな話だったんですけど。もう目離した後になんか、その弟が結構ちっちゃくて小学生とかで。ああ。で、なんか、その時も、なんだっけな、なんか弟を引きずり回して、なんか公園行ってたらしくて。ああ。なんか本当に何が何なのか分かってなかったらしいんですよ、その本人は。へえ。で、なんかそれで引きずり回して、なんか本当になんか止まってる車乗り込もうとしたりとかしてたらしいんですよ、なんか後々の話聞いて。その時って自分の本人的にはもう、なんで乗り込もうとしてるのか分かってない状態なんだ。もう本当に記憶がなかったらしいです。やばいな。で、なんかそのまんま警察にその時差し押さえられたらしくて。あ、そうなんだ、差し押さえられたんだ。そう、なんか通報かなんかで差し押さえられて。そうか、はい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 。で、なんかちょうど、そうですね、そのピークをもう留置所みたいななんか変な部屋で過ごしたって言ってました、そいつは。やっぱ。本当にやばいですね。で、なんかもうその時も自分、結局その後輩とドライブ行くみたいな話で、ね、ドリンクとか持って行ったんですけど。そう、それで、なんかその位置情報を見て警察署にいるときはもう勘繰り散らかしてましたね。自分も自分で結局そんなんでパキってる状態だったんで。一緒にいたしな、こいつなんかもうやらかしてるしな、俺捕まんのかなみたいな。いや、そうだよね。勘繰っちゃってたりはしてましたね。はい。その後とかさ、あれなの、バットとか、その警察署いるって見たときさ、まあ、青ざめるわけじゃん。はい。その時気持ちはそんな下がんなかった？大丈夫だったの？いや、もうやばかったっすね。もうなんかそれで、なんか後輩は後輩で隣でめっちゃ話しかけてくるんですよ。で、自分は自分でもおもろパキってるし。もうテンパってるよね。その、うん、友達も捕まってるし、あ、待って、やばいな、ちょっとこれと思って。一回落ち着かせてって言われて、あ、言って。うん。ちょっと落ち着いて喋れるぐらいまで回復して。うん。でもこんな気にしててもしょうがねえわっていうので、なんか別の友達呼んで、なんか風呂行くみたいな話してて。
で、風呂行って出たらなんかそいつからちょうど連絡来て。捕まってたけど、ちょうど合法だったから出れたよ、みたいな。ちょっと一回会わない、みたいな話してて。はい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 。で、それで会って、最後、和解したみたいな感じでした。じゃあすぐ出れたんだね。そうですね。なんかその日のうちには出れてましたね。じゃあ、あれなんだ、取り調べとかの話を聞いた？友達に。どんな風に取り調べられたのとかは。いやなんかそのどこで買ったのみたいな言われたらしくて、やっぱなんかその当時出てたグッドチルっていう店があったんですけど、なんかそれ言ってここで買いましたみたいな、ちゃんと説明したら別に大丈夫だったみたいな言ってました。へえ、そうなんだね。そうっすね。じゃあ何時間ぐらいであれだったら、もう普通に戻ってたの？その日のうちだよね。夜ぐらい？そうっすね。だちょうど昼9時ぐらいから食べて、6時とかなんで、まあ、そうですね、7、8時間とかだったと思います。それで、なんか、落ち着いたみたいな。へぇ、やばいね。その友達さ、息できない時とかさ、はい、本当に死ぬかと思ったって、その後とか話してたんでしょ？はい、言ってましたね。でも本当になんか、その時は、とにかく助けてほしかったらしいですよ。後々聞いた話だと。はい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 、はい。もうなんか、自分がどうなってんのかもわかんないし、何が何なのかわかんないから、はいはい、多分それでパニック起こしてたんだと思うみたいな。言われて。へぇ。そのさ、一回さ、鼻とかさ、全部なくなってたわけじゃん、鏡見て。あ、はい。なんで3、4回をまた見ちゃったの？いや、なんかそれで、なんか、L って思ったんですけど、なんか、1、2回別の行動するとなんか忘れちゃうんですよ、その前にやってたの。あー、もう目の前のにあれか、圧倒されちゃうからか。まず、息ができない、で、落ち着かせられる、瞑想、で、多分これ3回じゃないですか。で、これもうループ入っちゃったんですよ、この3回で。あー。で、それでもうなんか、俺も、瞑想って目つぶるわけじゃないですか。それで、目つぶってたら、息できないよって、起こされて、だから大丈夫だから大丈夫だからみたいな、もうめっちゃひたすら落ち着かせるみたいな感じでした。ああ、それでその友達がまた鏡見ちゃって、うわ、顔がねえみたいになってたのか。あ、そうそう。マジで俺、口ないし、鼻ないんだけど、みたいな。大丈夫だから。その時は、K 君は別にそこまでじゃなかったでしょ、はい、いやー、その時はやばかったっすよ。曲がり方とか。いやー、なんか、そうですね、なんか視界がでっかくなったり、ちっちゃくなったりみたいな感じだったんですよ、その曲げが。はい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 。でも、視界から思考にだんだん来ちゃってって。これやばいな、みたいな。俺、自分そういう風になると結構冷静に考えれたりするんですよ。それでちょっと一回冷静になんなきゃなとか思って、その友達とりあえず、こいつを落ち着かせなきゃやばいっていうので、制御して落ち着かせてましたね。じゃあ、K 君も幻覚っていうか、そのちっちゃくなったり大きくなったりっていうので、バリバリ目には来てたんだ。わ、来てましたね。でも、なんかそんな目、なんか、なんだっけ、鼻の穴がなくなるとか、ぐらいはなかった。鼻がなくなるとかはなかったっすね。やっぱなんか物がでっかくなったりちっちゃくなったりぐらいだった。思考に来たってどうやって来たの？どんな感じで来てやってたの？なんか、なんて言うんだろう。なんかね、視界から来て、で、なんか、目の情報って人間 80% ぐらい、なんだっけ、あれしてるらしいんですよ。脳みそを。あ、そうですね。それを 80% ぐらい利用してるっていうか、なんか当てにしてるらしくて。それがなんかだんだん、結局信じれないなみたいな。こんなパキってるし信じれないなみたいなので考え始めるんですよ。で今、じゃあこうなってんのかなみたいな。そう考え始めた時がなんか思考に切ってる時だと思うんですよ。そうやってガーって考えるように変わってたんだ。そう、なんか結局その視界がもうバグっちゃってるわけだからもう、当てにできないですか、その情報を。ああ、はいはい。できないじゃないですか。でも自分で考えるしかないみたいなので、そうなんか考え始めて、っていう感じでしたね。へぇー。当てに開いてみたいな。じゃそのさ、前さ、友達さ、はい、あれ、マーメイドが2回目じゃん、友達やんの。1V。あ、まあそうですね。いや、最初でも、ただの 1V だったんですけど、2回目でマーメイドだった。で、一回目の時はさ、その、はい、友達さ、ちょっとパニックっていうか、それぐらいにはなんないで楽しめたの？一回目は。そうですね、なんかもう本当にそれが一番やばかったっすね。その前はなんかでも、顔にちょうど傷あって、その子。その時も鏡見ちゃったらしくて。で、俺なんでこんなボコボコになってんの？みたいな。
ちびてんだけどみたいなんで、ちょっとなんかその、うん、なんて言うんだろう、言葉の捉え方がちょっと変わっちゃってて、うん、なんかお前 L でぶっ飛んでるからそうなってんだよっていうのを、 L でなんかぶっ飛ばされた、うん、L にぶっ飛ばされたからそうなってるみたいなので聞き間違えたらしくて、あ、なんか車の中で、え、待って警察呼ばねえみたいな、ちょっと降ろしてみたいな感じはあったっす。じゃあパニックあれだね、やっちゃダメなタイプだね。あ、そうっすね。結構思い込みも激しいんで、そいつ。それ、その子ってシラフの時も思い込み激しいんだ。いや、シラフの時は、いや、そうでもないですね。でもなんか本当気分屋みたいな感じなんですよね、その子も。へー。その時良ければいいや、みたいな感じなんで、あんま考えたりはしないような子だと思う。へー、でもそういう子が、そんなね、バチバチぶっ飛ばされちゃうんだね。いやー、そうですね。びっくりしましたもん。でその後さ、なんかあの捕まってさ、合流してさ、はい、でその友達もなんかさ、悟った感じになってたっていうメッセージあったじゃん。あ、なってましたね。で、はい、それはどういう話でそう思ったの？いや、なんかその警察に取り押さえられた時、なんかまず、うん、もうなんかとにかく分かんなかったらしいですよ。あ、わけがね。落ちたのって言って、そう、うん、なんか分かんない分かんないみたいに言ってて、うん、多分警察の方も、うん、それやばいみたいなので判断したっぽくて、うん、それでなんかその落ち着くまで待っててくれたらしくて、うん、なんかその時になんかちょうど落ち着いて、うん、なんかだんだん思い出してきたらしいんですよ、うん、なんかあの時やばかったなみたいな、うん、のでなんか悟り合えたっぽくてそれで、うん、その戻ってきてなんか合流して話そうみたいなした時に、うん、あれ結構思考まで来るよなみたいな、うん、そういう話してましたね。じゃああれだとなんかその後にあれがあったから、なんか、はい、今になんかプラスになってるみたいな、ポジ、今がよりよく感じるみたいな感じになってたってこと？シラフ。あ、そうですね。なんか、うん、やってよかったとはまで言わないけど、やっちゃってよかったよね、みたいな。あ、もうなんか、言っちゃえば臨死体験みたいなもんじゃないですか。そ、ああ、そうだね、そうだね。なんかわけわかんなくなって。でもなんかそこまで行ったんで、逆になんかいろいろ気づかされたよね、みたいな。ああ、だからもう。なんか最後は結構、うんうん、いい感じに終われて。ましたね、なるほど。だから死にかけて生き延びた感じだよね。あ、そうですね。あー、だからなんか今の普通の感じが前よりも幸せに感じるみたいな感じだ。あ、そう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 。あー、いや、それはあるかもね。なんか、よかったね、みたいな。え、その後はやってないの？ワンブー。自分はやってないですね。もうほんとそれ以降怖くてできてないし。そうだよ。去年の今頃で。あ、はいはい。なんかやりたいなやりたいなみたいなの思ってたんですけど、やっぱあれ考えちゃうとなみたいな、本当できないし。そうだよね。もう結構その紙でやめるあるあるで、はい、壮絶なそのバッドの体験を、はい、まあその本人じゃなくてもまあ体験とか見たりすると、はい、あんまりそのマイナスなイメージが出てきちゃうからやんなくなるっていうのはね、そう結構あるある。なんかそうっすよね。なんかやっぱあれ、うん、結構なんかその考え方とかも、ちょっとしたことでも深く考えちゃうんで、うん、それでなんか連想させて、そうなんのも嫌だなと思って。そうだし、あれだもんね、本当に、今回は平気だったけど、次マジでパクられるかもって思うしね。いや、マジそうっすね。本当、だから合法でよかったっす、ぶっちゃけ。そう、ね。だからあれが合法じゃなかったらアウトだったよね。いや、もう完全アウトでしたね。いや、だから俺もさ、一回友達がさ、キャンプでさ、錯乱したことあんのよ。あ、はいはい。そう、俺、あ、なんか、一回動画で。そう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 。頭みたいな。そう、俺は食ってたから、平気だったんだけど、はい、友達とか寝ないで、そういうの結構やってたから、もう、そう、あれを俺も経験してるから、多分そんな感じだよね。多分そうっすね。で俺の友、うん。怖くなっちゃいますもんね、いや、あれは、俺も、俺は赤玉食ってたから平気だったけど、俺もバリバリに曲がってたら結構やばかったね。そう、だからもうさ、信じれなくなる。俺が見てんのが、もしかしたらぶん曲がってるから、こう見えちゃってんのかなとか、そう思っちゃうよ。それでなんか結構考え始めますよね。そうそうそう、もし曲がってたらね。じゃあこうなのかなみたいな。そうそうそう。だから、俺が、俺普通だったんだけど、なんか俺の友達が初めにぶち切れた人も多分曲がってたのかな、その人わかんないけど。で、だから俺の友達はぶち切れてるから、なんかその人謝ってたんだけど、何も、そう、その人は悪いこと言ってなくて友達がぶち切れてるっていうのが、俺シラフだったからさ。はいはい。だから分かったから止めれたけど、あれがみんな、
曲がってたらカオスだよね。いや、まじそうっすよね。本当にやっぱシラフがいなきゃダメだと思います。いや、そう、で、俺、あと、初めの動画でさ、2CB の動画も出してるんだけど、初めての幻覚体験みたいな動画で。あれっすか、なんかあの、うん、なんだっけ、DMT みたいなやつですか。あ、そう、5名の次か。決勝のやつっすよね。なんか先輩が死にかけたみたいな。あ、そう、それの次かな。それの次の動画の、初めて、その Go for Drug の 2CB ってやつがあって、でその幻覚剤をやった話も俺乗っけてるんだけど、それもね、あれそういう体験だった。みんながもうおかしくなっちゃって話が噛み合わなくて、もうすっげえなんかそわそわした感じにみんながなっちゃって、で先輩が怒鳴り出してどっか行くみたいな話なんだけど、いやだから本当そのだから K 君が今回体験したのはね、俺身をもって感じてるから、その怖さが十分わかる。いや、そうです。もう俺もその時もトラウマでその日寝れなかった。いやー、そうだよね。ショックだもんね。いや、ほんとショックっすね。でも、あれだね、その、ゼンリーってやつ入れとくのはありかもね、やる前に。いや、まあそうっすね。ほんと、なんかあった時にはやっぱわかるんで。そう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 。聞く L とかだと、何するかわかんないじゃないですか。そう、わかんないね。ほんとに対策、いろいろ練っとかないとやばいな。そうそう。だから、結構さ、今さ、なんかそう、合法の幻覚剤とか、だから合法の紙が出回ってるってさ、はい、ちょ、甘く見てると本当にあれ死んだりするよね。ああ、そうですね。なんか、あれらしいっす。なんか、なんだっけ。直視とかもあるらしいっす。あ、そうなんだ。はい。なんか受刑者かなんかに LSD 3匹垂らして、うん、なんか腕かなんか、なんだっけ、定規かなんかスッてやるらしいんですよ。うん、でその後に赤い、なんだっけ、あったかい液垂らしたら、なんか、そいつショック死したみたいな。話は聞いたことありますね。だから、そんぐらい、あれでしょ、精神的に、なんだろう、死ぬぐらいの衝撃与えれるってことだよね。あ、そうですね。だから、やっぱ、そのマインドとかで、やっぱいけちゃうんじゃないですかね、そこまで L だと。そう。だから、ほんとなんか、幻覚剤ってさ、なんかみんな神秘的なさ、うん、いい面をさ、まあ、その、求めちゃいがちじゃん。ああ、まあ、そうっすね。ね。で、それとかももちろんあると思うけど、こういうなんかさ、危ないぞっていうのもね、絶対知っとかないと。いや、頭には入れといた方がいいと思います、ね。うん。で、特にあれだよね。まあ、玉とかも変な混ぜ物とかのやつ食っちゃったらあれだけど、うん、多分、俺、髪が、そういうさ、今回、ケイ君の話みたいに錯乱したりとかでパクられたり、あと飛び降りたりとかっていうのが多分一番あるドラッグだと思うんだよね。ああ、一番そうですね。一番多いですね。そうで、俺の視聴者の人のコメントでも、そう、ケイ君みたいに、その、ゼンリーみたいな、はい、多分位置情報アプリをなんか入れてた視聴者の人が、その喧嘩みたいになっちゃったんだよ。はい、今回のケイ君みたいにね。それで、はいはいはい、で、みんなで戻ったんだって。そしたら、その、バット入ってた人か忘れたんだけど、一人が、その警察署じゃなくて、はい、あれ病院いたんだって、ゼンリーで見たら。はい。で、そしたら、その人、飛び降りちゃってたんだって。やばくなっちゃって。え？そう。それで、その後、救急車で運ばれて、だから、病院にいて、その位置情報を見たら病院にいたんだって、その友達は。やばいよね。やばいでしょ。やばいっすね。そうそう、だから、本当に、そうそう、だから、髪が、一番、だから、その、まあ、シャブは一番、その、なんだ、依存とかしちゃうからさ、はいはい、人生壊しちゃったり、その常習すると、体に害とかあったりとかさ、妄想とかがすごくなっちゃうから危ないんだけど、一発で、そういう死んだりとかっていうのは、多分、ナンバーワンですね。髪が。いやー、そうっすね。そう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 。だから、ほんとね、だから、あれ、なんか、アヤバスカでも死んだ人出たみたいな話見たんだよ。なんか見たんだよな。アヤバスカでも自殺しちゃった人がいるって。そうそう。だからさ、今さ、アヤバスカ飲んでるさ、なんか YouTuber で上げてる人めっちゃ増えたじゃん。アヤバスカ、ペルーで飲んできたみたいな。あー、なんかいますね。結構ね、なんか有名な、ジョーブログって人とかも確かやってた気がするんだ。俺見てないんだけど。そう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 。シャーマンのみたいなやつ。そう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 。だから、実際あれでね、なんか、なんだろう、身軽、なんか身近に感じちゃってるけどね、アヤバスカなんてやったら、多分とんでもないことになるからね。いやー、なんかやばいらしいっすね。なんか自分の友達にもやった子いるんですけど。そうなん、どんなあれだったっつよ。
え、なんか先輩救急車運ばれたってました。やべえじゃん。え、それあれ、あれ、日本で買ったってこと？いや、なんか、自分で作ったらしいんですよ。作れんの？アカシアコースタっていうのの、うん、なんだっけな、粉末かなんかをお茶にすると、できるらしいんですよ、うん、その泡やつか。なんか薬、なんだっけな、なんか、精神薬みたいなのと、うん、そのお茶でやると、うん、なんかその体験ができるみたいなのがあったらしくて。で、なんかそれで作ったって言ってました。それで、あれなの、その、運ばれた時ってさ、はい、の状況とか聞いてない？なんで運ばれちゃったとか。なんだっけ、でも、しかその先輩もなんか、何回目かな、うん、その薬物とかあんまやったことない人だったらしくて、あれで、あわやすかやったとか、なんか、それをもうパニック起こしてみたいな感じだった気がします。そうか、もう飛びが凄すぎてたね、多分。そうですね。なんか、本当に L の100倍って言われてる理由がわかるって言ってました、その。じゃあ、大体バット入るっしょ。いや、なんかもう、マインドが強い子とかだったら、もうねじ曲げられたりはできるんですけど、やっぱそのなんか、自我がないっていうか、なんか自分であんま考えたりしないような子はやっぱ、そういう風になりがちなのかなっていうのも。なるほど。だから自分で意思を操作することをしてこなかったからってことか。あ、そうですね。だからやっぱ慣れてなかったりとか。なるほど、なるほど。そうですね。部門でできて上がったりとか。なるほど。それで不安なのが来ても、もうそれに操作できずに、好き放題を。不安に負けちゃってみたいな。なんかいろんなことを、ダメなこと考えちゃって。はい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 、はい、じゃあそれであれだもうやばくなったから多分自分で救急車呼んだってことでしょ助けてっつって多分そうっすよそういう感じだと思いますうわーじゃあほんとねなんか要注意だね危うすかもそんな自分でできちゃうなんて計画系はマジそうっすね本当にじゃああれだねなんか危うすかあれだあれって捕まんないんだっけ危うすかもいや一応そのなんか違法ではないみたいですああ、でも、あれだね、なんか興味本位で絶対やんない方がいいね、じゃあ。あそうですね、だから本当になんかもう計画的にやった方がいいと思います。ああ、そう、そういう、あれ。こういうのができるようになりたいから、うん、じゃあそのために使うとか、なんかそういう感じだったらやっぱいろいろなんかあっても、いや、このためだとかで変えられ、そうだね、変えられたりするから、あパニックにはあんまならないと思うんですけど。だそのエンタメ的な感じ、あ、そうだ、レクレーションとかでやっちゃうと、はいそういうのが何もないから。あ、そうですね。なんか、ちょっとしたことでも、あ、やばいかも、みたいな。うん。で、あと、今とかだからさ、あと危ないのがさ、全くさ、ドラッグ経験が浅い人がさ、やるじゃん。結構、そうですね。それも、増えてきましたよね、そういうの。そうだよね。だから、それも危ない一個だよね。はい。だからなんか、ある程度なんか、その自分もなんか、タイマめっちゃ吸ってて、それが1年ぐらい続いて、うん、なんかある程度その視界とかになんか結構求めてたんですよ。その、吸いまくるとやっぱ目ぶれとかするじゃないですか。まあね、強いの行くとね。そう。で、なんかそれをなんか求めるようになって、だったら一回 L やってみようみたいなので、やり始めたんで。なるほど。なんかその、ほんと、素人とかがやると、待ってどうなってんのとかで、ほんとパニック起こしちゃうと思うんで。そうだよね。ある程度そう、うん、そういう経験がないとダメだと思います。ね、だから、特に L は想像以上じゃん、あれ。草と違って。いやー、間違いないね。あれはやばいあれ。俺も初めてその 2CB やった時は、本当に幻覚ってこんなにすごいんだ、みたいな。思ったもん。俺も感動しましたもん、あれは。いやーね、すごいびっくりするよね。だなんか本当に使い方によってはマジで化けるんですけど、ちょっと間違えちゃうと本当になんかもう手遅れになるっていう感じですね。そうそうね。だから本当、俺もそれがね俺も結構だからどっちかっていうと全工程をしないで危ないからねっていうのは幻覚剤の時は言うからさね、はい、今回の K 君の動画でもめちゃめちゃそれがね、はい、伝えれたから本当にありがとういやー本当申し訳ないですこのなんか喋り方下手でいやいやいや全然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 分かった本当にありがとうで特になんかあやわすかの話とかもさいろいろそうそうプラスで聞けたから、はい、そうそう両方幻覚剤はねちょっと危ないんだぞっていうのがその見てる人にそうもう伝わったと思うからさ、はいはい、いやー本当にね今日はねね協力してもらって本当にありがとうねいえいえ全然こちらこそねじゃあまたねなんかいい経験になりましたいえいえこちらこそありがとうご協力じゃあまたなんかね、はい、なんかその聞いたのとかで
知り合いとかの人にさ聞いてなんか面白いなって思ったのとかもあったらさ、ぜひぜひちょ気軽に。結構あるんで、まあ本当にちょっとまたなんかいろいろさ、はい、なんか溜まってさ話せるぐらいになったりしたらさ、ちょ全然気軽に連絡ちょうだいよ。わかりました。うん、ありがとうね。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。はい、ありがとう。じゃあねー。はい、失礼します。はい。俺も前さ、やったことあるんだけど、まあ相当曲がったな、俺も、あれは。うん。だって、かなり、そうだね、俺、まあ、基本なんかさ、レイブでやっちゃうから、そう、普通の街っていうかさ、そこら辺でやんのって、もうすげえ久しぶりだったんだけど、もう建物が絵っぽくなったりとか、で、自分でなんかガーって落とし込んだ後とか、なんかここにピカーンとか出て、で、パパパパパーとか出たりとか、そう動画でその体験談も話してるから、そのね、ぶっ飛ぶ幻覚剤の凄さについても、ちょっとね、見てほしいんだけど、プラスで、俺その動画でも頭やりすぎて、バッと入ったのよ、思いっきり。うん。それで相当苦しんだのね、俺もその日。うん、全然取れなくて。で次の日とかにもう引きずったしね、うん、で脳がものすごいダメージを負ったんだと思うんだよね。それで俺がその動画で話してるようなね、すごいきつい症状が出たと思うんだよね、うん、であとその今日のね話してくれた子もなんだろうな、もう不安からうわーってなっちゃって息ができないって言って、あれそれ本当にできなくなる時あると思うよ俺、うん、でこれ俺息ができないっていうバッと俺の友達でそのアメリカにねその留学っていうか高校から向こうに住んだ俺の友達がいるんだけど、その子も向こうで草吸ったんだけど同じ症状になってた。なんか草吸ってもなんか不安とかがすごい増えちゃう時ってあるのね、うん、で草吸って多分そいつ息できないかもみたいななんか思ったっぽいんだよね。それからマジで息できなくなって、それから死ぬかもと思ってやってないって言ってたから、うん、まあ、どのドラッグにもそういうリスクはあるんだよね、うん、で特に幻覚剤は今日聞いてくれたみたいにリスクかなりでかいからねそうでまあね、結構さ、そう幻覚剤だとさいい面で、俺もその普通のないい楽しい、俺は楽しんできた方が多いからね、うん、音とかもものすごいね、かなり映像みたいに感じれるから音が、うん、でね、すごい俺もそのパーティーの体験とかをさ十二分に上げてくれたからさ、その質をね、うん、いいなって思うんだけど、本当にその飛び降りちゃったりとか、その警察自首したりとか、今日の子みたいに暴れたりとかね、息できねえとかねなったりとかね、受刑者のみたいにさショック死もするぐらいなわけよ、何もね心臓とか刺してないのに。だから自分で怖くすぎちゃって、それで、わーって発作みたいなの起こって死んだりっていうのもまあ考えられるよね。うん、だから、今ね、まあ、どんどんまあ規制がかかってて、まあ、手に入りづらくはなってるかもしれないけどさ、今、ね、X とかでさ、簡単に手に入っちゃう状況だからこそ、本当に危ないっていうのをまあ理解しておいた方がいい。うん。で、それ覚悟でやった方がいいよね。うん。で、前にもさ、俺載せてたので、キャンフリしてもう統合失調症になっちゃったって人もいるから、うーん、なんかほんと興味本位でまあやるのはいいけど、うん、でそれでバットとか入らないようにっていうのだけ、うん、気をつけなきゃいけないし、その時はどうしようとかっていうのも今日のね、うん、電話してくれた子もどうやってやるかっていうのを計画的にやんなきゃいけないって言ってたから、ね、そういうのとかもちゃんと考えて、うん、やんないと、そうものすごい危険な状況になるしね、うん、だからトラウマとかでしっかりで、今回の子も二日酔いの後にやっちゃったって言ったけど、それも関係あるのかもしれない、うんね、だからちゃんと自分のメンタルに問題があるなって思ったら、まあ、やらないようにした方がいいと思うよ、健康状態とかね、うん、そうで、なんか自分の性格を変えたいからってね、ネガティブなって思ってやりたいっていう人もいてね、その気持ちもわかるんだけど、うん、それで飲まれた時の地獄はね本当に危ないと思うから、うん、いろいろね、うん、そこら辺も加味してなんかそうだね、ドラッグをやるときは、うん、そうだね頭に入れた方がいいと思うよ、うん、そしたらそうなっちゃった時に
なんだろうな、そこにめげないで、あ、俺のせいだって思って前向きにね、考えれるきっかけになると思うから、皆さんもね、幻覚座いいところばっか見ないで、リスクもしっかり考えて、ドラッグに対する認識ね、正しいものにしてって言ってください。それまた次回お会いしましょう。スルー。